はい、どうも皆さんこんにちは、ベルサスです、お久しぶりです、なんと実写を、上げるっていうこと自体が約2ヶ月ぶりぐらいになるらしいですね。ね、実写を僕やってるんで、こういう風に顔出しとかも、ちょいちょいやってるつもりだったんですけど、全然やってなかったですね。ちょっとびっくりしました。僕はですね、最近任天堂スイッチでマリオカートの実況をね、皆さん見てると思うんですけど、やっていまして、結構楽しくて、学校でも空き時間にちょっとやったりとか、友達と一緒になんかやったりとかいろいろやってるんですけど、最近はね、やっぱ家で PUBG やってることが多いって感じですかね。まあこんな話はね置いておいて、まあ今回ですね、僕がこの実写動画を撮った理由というのが、まあ、髪切ったんですよ。もう見てわかる通りバッサリ切ったんですよね。こんな感じでバッサリ切ってまして、で前回上げた動画もう撮影が2ヶ月ぐらい前だったと思うんですけど、あれから結構伸びてまして、なんかいつも僕そんな変わんないじゃないですか、髪型で。今回ね、高校2年生以来かなぐらいでバッサリ切りまして、結構勇気いるんだね。あの女の人がさ、ロングからショートになる時ってさ、結構勇気いるみたいなこと言ってて、いやいやそんなわけねえだろとか思ってたけど、まあ少しは勇気いるね、あの俺のあの程度でも。まあさっき話題の途中にもあったんですけど、 PUBG 今やってるじゃないですか。で PUBG をなんか動画したいなーっていうのは思うんですけど、あのなかなかね、あのカクついたりとかそういうのが多くて、動画にはちょっと不向きかなと思って、僕にとっては。なんで今やっていないんです、実は動画に。で今ね、あのパソコンのやつで何してるかって言われると、マイクラも最近全然してないんですよ。アルカディアもみんなの都合が揃わなくって一切やっていなくって、なんで今取り溜めしてる分を徐々に編集して出しているんで、まあそこら辺はねちょっとごめんなさいって感じですね。進撃の和風も実はあの時間が取れなくなっちゃって、一人でなんか作業する時間が、なのでちょっと今お休み、また後々復活します。あとね1週間ぐらいしたらちょっと平穏な毎日が訪れるので、ちょっとそこまでお楽しみくださいという、なんだろう、緊急報告動画でした。うん、まあ喋るネタないよ。バイバイ。